さあバレる、あの子に告白しよう。嫌じゃ恥ずかしくて無理じゃ。皆さんもこんな経験ありましたか？こんにちは、つちのこです。ペーパーマリオ RPG やっていきましょう。さてと、鍵を手に入れてここに行けるようになったところからスタートですね。洞窟の鍵、ここ洞窟なんだ。えらい広いな。誰がいるんだろう。はぁなんか嫌なのがいっぱい。あ、爆発禁止なんだ。なるほど。よし、これでいいよね。 3人は痛い、でかいからめんどくさいから。よっしゃ。ひび割れとかないよね。お、あ、これノコ太郎じゃない。結構社員ゲットしてるよな、もう。はい、社員ゲット。そしてこれペラペラになれば良さそうだけど、でもこれでいけると思う。ビビアンで、なんて危険なトゲ。でも影の中ならきっと安全よ。マリオはあたいが守るわ。まあね、オッケー。危なっ怖っ。え、うっそドキッとする、マジで危なっ危なっ。なんで危なー。よーし、いけました。怖っ。また社員あるやん。よし、大抵これだよね、この謎の時。おらおらおら。よし、スターストーンは洞窟にあるのかしら。同じこと言ってるね。まあここはいいでしょう。ほう、ドン。おい、今ジャンプでいけるからな、こいつ。よーし、あれ、マジそんなにあれ、そんなに HP 高いんだっけ。うわ、8か、しんど。これはちょっときついっすね。何が起こるかなんかあるからな。あれ、ミスってる。飲み込めるかな。あ、やべ、飲み込め飲み込めね。何が起こった。攻撃すると仕返すぞ。やべ、燃えちゃった。あぶねえ。きついね、これは。バレルにして、はい、直接攻撃で仕返す。どういうことだろう、本当。あー、そういう感じで仕返すのね。カウンターが発動するって感じか。よし、そういえば HP がちょっと少なすぎますよって言ってたな。大丈夫かな、ちょっと不安になってきましたね。ここは、あ、違う、これでもいけるか。お、これか、初めてのひび割れ。よし、ちょっと怖いですね。結構 HP ないよ今。うわ、びっくりした後ろ向いちゃったよ。クマに背向けたらいかん。おお、なんだこれ、怪しいな。え、すぐ近くに何かある。下か、違うな、ここ怪しいよね。なんだこれ、これ匂うな。ここ
何も願った。どうする、ボム倒すか。うわでっか、画面がでっか。あ、ミスっちゃった。やべ、くそ、1残っちゃった。やばい、これはまずいですよ。愛のビンタのアクロバットちょっと前に進むのがアクロバットなんだね。回転ハンマーでこれで飛ばすか。よしすげえ、世界一周してきたよ。よっしゃ、あともうちょいでレベルアップするね。 HP 上げますか。じゃあまあいっか。おー、なんかありそうじゃない。大丈夫かな、ちょっと怖いぞ。この上もなんか気になるが、まあいっか、行ってみよう。なんだ、あら、やよん。おお、地獄に仏とはまさにこのことか。もうこんなところには誰も来ないと思っていたよ。どうしたの？え？前置きはいいからさっさと呪いをかけろって？そう。あんたなんでそんなこと知ってんだ？まあちょっと待ってくれ。少しぐらい話をさせてくれよ。俺も長い間こんなところに閉じ込められて退屈で死にそうだったんだ。そうだったの。俺で4人目だって？ってことはもうこの先の展開もすっかり分かっちゃってるわけ？うん。なんだ、結構ひねくれてんだなあんた。うん、はいはい、わかりましたよ。ち、箱とや箱を開けたやつの驚く顔が見たかったのに。じゃあこの箱を開ける鍵をさっさと探してきておくれ。鍵の形ももう知ってるよね。鍵はこの部屋にいるヘンテコな音量が持ってるからさ、サクッと倒しちゃってよ。じゃあそういうことでよろしく。あれ、生倉刃、敵から受けるダメージも減る。へえ、こいつ99だって。99で止まっちゃった。おお、ほんとだ。黒い鍵ゲット。これはスーパーキノコないか。はいはい、鍵を持ってきてくれたわけね。じゃあさっさと開けちゃってよ。はい、これですか。じゃあ始めるよ。一応お約束なんでね。うんうん、ブワハハハ、バカめどうしてもやりたいのこれ。あ、まんまと俺様の作戦に引っかかりよったな、たわけものめ。うん、なかなかいい感じで。お前のような愚か者には俺様の恐ろしい呪いをかけまくってくれるわ。俺様の箱を開けたことを思いっきり後悔させてくれる。さあおののけ。後悔したこと一回もないけどね。呪われろ、ピカー。これでお前は呪われた、ざまあ見ろ。で、大丈夫？痛くなかった。めちゃくちゃ優しいやん。バハハ、もがけ苦しめ。正義と悪が対決してるね、心の中で。これからお前はある場所で Y を押すと、なんと神の船になってしまうんだ。どうだ、恐ろしいか。とりあえずいっぺん練習しておくがいい。人間学ぶことが大切だ。このようなボートパネルに乗ったら呪いの証に床が光るようになってるわけだ。よし、乗ってるな。 Y を押してみろ。神の船になってしまうぞ。おお、懐かしい。目閉じて頬を掴んでたら胴体になってるってやつですね、これ。よく昔やってもらったな、先生とかに。どうだ、恐ろしいが、そんなあられもない姿になってしまうのだ。水の上を移動してしまうぞ。これでお前はみんなからへんてこなやつ扱いだ。まあそれ以外の場所では何も起こらないから割と大丈夫だけどね。 L で紙の船をコントロールできれば好きなだけ操縦するがいい。どうだ、ちょっと気持ちいいだろう。元の姿に戻るときは床に近づいて Y を押すんだ。やってみろ。よし、
いいざまだったぞ。呪いのかかり方わかったか？はい。ではさらばだ、愚か者め。はい、お疲れ様でした。何？何このNG 集みたいな。あいつ本当はいいやつなのか？さあどうしようか。ボートが書かれたパネルはどこかで見なかった？確か大きな滝の上の。まあまずは、そっか、ここにはないのか。これか。さあどこに行ける？マリオのあれがいいね。こっち側なんか怪しいが、あ、こういう感じ？コインだけ？いけそうにはないと。なるほどなるほど。結構いろいろ。これは？これは取れないか。これで戻ることができたと。なるほど。おお、なんだ？え？え？なんか落ちてきたよ、爆弾が。なんで？あら、色とりどり。なんかちょっとやる気が違うじゃん。じゃあ、でっかくどっかに行きますか。あ、またミスっちゃった。バカしたー。いかん。ちょっぴり残ってんのがやばいな。これはまずいですよ。滝が降ってきたんだけど。よし、火がついちゃったから。あ、でも普通にこっちはジャンプでなんとかできるし、バレルもね、大丈夫でしょう。はい、よっしゃ。マジか、爆発した。イエーイ、レベルアップ。バッツ取りたいとこだけど、どうしようかな。さすがにちょっと HP 低すぎっていうのもあるが、 HP にするか。なんか怖くなってきたから。確か後で直せるしね、これね。25になりました。あ、やべ。やべ。ひどい。こんなとこでミスるなんて。めっちゃ失敗して。嘘。もう罠なんだから、ここ。ジャンプの高さが足りなくていけない。あ、ほんとだ、これか。行ってみよう。こっちにもあるぞ、なんか。はあ、この中なんかない？あった。神すぎる。なんだろう、バッチかな、もしかして。防御プラス P、 仲間の防御が1アップ、めちゃくちゃいいじゃん。でもどうせ6必要なんでしょ、知ってる。思いけないと。じゃあ下降りましょう。ふう、わあ、なるほどなるほど。はいはいはい、ここは通れないと。ああ、コインがあるんだね。星のかけらとかもありそう。なるべく見えないようなところに行こう。ここに、ああ、クランクがあると。なるほど、これで上に上がれって感じなのかな。うん、わ、水門のハンドルをゲット。これですか。え、ちょっと待って。
あ、絶対これ戻れないやつだ。確かなかったもん。よいしょ、こっちから行けば大丈夫と。でこれだよね。ハンドルが使える場所を探しましょう。水門が大きな滝の近くにあったってことはこれですね。グリ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 ーン。あ、上に行くっていうかここに行くんか。下に降りれると。なるほど。うーん、またあの声だぜ。きっと近くにあの化け物が。これまた上とか横から行かなきゃいけないの？でさっきの道に続いていくって感じなんでしょう、きっと。これはどこだ？ん？なんか来い。なんもないんかい。左側はなんもなしと。後ろ側になんか音落ちてそうだけどね。うわー、なんだこれ。これどうなる？あ、え、沈んだ。なるほど、沈んじゃうのか。これはやばそう。あそこ当たるだけでダメなの？え、怖っ。ちょっとマジか。はいはいはい。どっち来る？真ん中。お、めちゃくちゃ多くない？量が。よしよしよし。危ない。お、ふざけんな。最後の最後でよ。ふざけんな。オッケーオッケーオッケー。よし、いけた。ここ新しい場所？おおお、なんか星のかけらありそうじゃん？ないか。なんだ？おい、なんか流れてきたぞ。ふ、おお、なになに？あ、すご！キノピオたち、船だと？おい、こっちだ！助けてくれ！大丈夫か？なんかめちゃくちゃスイッチあるぞ。なんだこれ？ダメだこりゃ！沈んじゃうよ！そんなこと言っていいんだ。うん？神かよ。思いってばがっかりだよ。助ける気なくなる。おーい、ここ入ると何なんだ。おお、はいはいはい。なんだこれ。スイッチを押す。こっちはなんかない。何にもない。すごいジャンプ力。あ、飛行機があると。はい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 。飛行機使ってなにこれ。ボタン押せばいいって感じ。おい、はい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 。助けられる。なるほど、そういう感じね。これどうしたらいい。え、あ、あー、そういう感じね。わかりました。こっちからな。こっちから落ちてまた戻っていくと。はい、来た。これでキノピオたちが向こう岸まで行けるようになるって感じかな。ほら、どうだ。お、これで向こうに渡れそうだ。ほらほら、もたもたしないで早く行けよ。ほらほら。うわ、うじゃうじゃ。どんだけいたの。あら、あ、あの子たちはもしや。まあ頂点でいけ。頂点で行ってもダメなの？あれ、僕なんかミスってる？
ちょ、ひどい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 、あれこっちから戻るの間違ってる？もしかして。ああ、一番先頭には立った。あ、よかった、いけるわ。普通にミスった。こっちは？あそこなんかないのかな。普通にやばいんだけど、やられすぎてやばい。何もなし？何もなしだった。行くだけ損でした。もうちょっと待って、溺れ具合が激しすぎる。ちょっと待ってひどい。よし、はいはいはい、よよっしゃ。おお、どうやってここまで来たのかは分からないが、あんたが助けてくれたんだな。俺たちは海賊王の財宝を求めてこの島にやってきたんだが、みんな海の真ん中でお化けに船を壊されちまって、たどり着いた先がここってわけさ。あら、あなたマリオじゃなくって？久しぶり。私よ、ドン・モンテオーネの娘、モニー・モンテオーネよ。もちろんピートンもいるわ。パパに許してもらった後、旅に出たのは良かったんだけど、乗った船がこの島の近くをうっかり通ってしまって、この通りよ。それより海賊王コルテスの噂話って本当だったのよ。っていうか、この先にいるの。ところであなた、なんでここにいるの？まさかまた私たちを連れ戻すようにパパに頼まれちゃったりして？違うよ。え、海賊王の財宝の中にスターストーンが？財宝ならこの先の船の中でコルテスの怨霊が守ってるって話だけど、なんとなくあなたならコルテスをやっつけられそうな気がするわね。ここまで来たついでに、私たちをこんな目に遭わせたコルテスをガツンとやっつけちゃってよ。うまくできるかな。え、これ入ったら始まるとかないよね。わあ、来た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 。え、うお、え、驚いちゃいました。すいません。実はマリオさんの後を追って洞窟に入ったんですが、途中で道に迷ってしまって、とにかく進んでいたらようやくここでマリオさんに追いつくことができたってわけです。そんなことよりマリオさん、きっとこの海賊船の中にスターストーンがあるはずですよ。しかも海賊王のコルテスもそこに。まあ、マリオさんの力でやっつけちゃってください。期待してますからね。私もあの方もはい、ということで、海賊王コルテス、そしてね、後ろに嫌ななんか圧を感じますけれども、次回ボス戦でしょうかね。よかったらまた次も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。